の爪団の勝手にだから CM。 吉田君、何を飲んでいるんじゃね。サントリーのだからですよ。余分なものとおさらばしているのかね。人はついつい脂肪、糖分、塩分に手を出しがち。でもカルシウム、マグネシウム、食物繊維は不足しがちなんです。よくわからんな。じゃあ今日は男女の愛憎劇でだからを説明しましょう。彼はごく平均的な健康な男子、コクポくんです。なんでコクポくんなんじゃね。意味はないです。彼はとてもグラマラスな彼女、塩油瞳子さんが大好き。もう油が乗り切った美人さんじゃな。塩油瞳子さんは普段はとっても辛口。もう君に貢ぎすぎて食べるパンもないよ。パンがないならケーキでも食べたらいいんじゃない。こりゃ相当しょっぱいですね。確かに男はこういう女王様キャラになぜか惹かれるんじゃよな。はい、これを食べて。君が焼いたのかい。ああ、今度は思いっきりスイートです。まさに塩油瞳子じゃ。しかしそんなコクポ君を静かに見守るのが派手さはなくって骨張ってて繊維っぽいカルシウムマグさん。これがまた対照的な娘さんじゃな。ええ、でも心の中はマグネシウムのように激しく燃えています。あの人と別れて私と付き合って。でも君みたいな子好みじゃないんだ。そこでマグさんは女に磨きをかけてすっきりとした付き合いやすいだから嬢に。コクポくん、あの人と別れて。もちろん。ああ、なんで付き合いやすい。悔しい。なるほど、だからは健全な関係を作るわけだな。そうです。さよなら塩油瞳子さん、サントリーのだから。